あれ？みんなもうログインしてたんだ。うん、学校行ってきたよ。今日は集まり悪くて、いろいろ答えさせられて大変だったよ。夜と昼の違いってそこだよね。私の夜間クラス10人もいないし。それよりまだ集合時間の25時じゃないのに、みんなで集まって何してたの？お？楽曲の最後にボイスメッセージ？まだつけるって決めたわけじゃないんだね。でもちょっと面白そうかも。あ、アミヤからメッセージ。この添付ファイル開ければいいの？へえ、このデータにあるリストに沿って話せばメッセージが完成するってことね。っていうか、これ送ってきたってことは私にもやれってことだよね。まあいいけど。はじめまして、25時ナイトコードでの東雲エナ、じゃなくてエナなんです。私は K に誘われてイラスト担当としてサークルに入りました。実は K が投稿した曲のイメージイラストを描いて SNS に投稿してた時期があったんですけど、なんとそれを K が見つけてくれたんです。イラスト用アカウントに DM 来た時は本当にびっくりしちゃった。それに私のイラストが曲のイメージに合うって言ってもらえたこともすごく嬉しくて、イラストだけじゃなくて K の曲を歌ってみた動画も投稿したりしてたので、サークルにもすぐ入りたいって返事をしました。なので主な担当はイラストだけど、歌も歌わせてもらってます。うん。サークルに入ったきっかけはこんな感じかな。さて次は、おー、食べ物ね。好きな食べ物はパンケーキとチーズケーキ。嫌いな食べ物は人参で、って、ちょっと。好きな食べ物も嫌いな食べ物も弟と一緒って、なんでこんな余計な情報が書いてあるの？サークルのメッセージなんだから秋との話なんていらないでしょ。はい、カットね。次は、私の趣味は自撮りです。間違ってないけど別にいらないでしょ。これもカット。私はイラスト担当なんだからその辺もっと掘り下げてくれればいいのに。それで、あとは？やりたいこと？それはもちろん、たくさんの人に認めてもらえるようなすごいイラストを描き続けることかな。Kといい、うちにはすごい曲作るのがいるからね。負けないくらいのものは作らなくちゃ。は？頑張ってね。才能あるやつはこれだから。はあ、まあいいけど、ユキにいちいち怒っててもキリないし。とにかく私はニーゴの曲にぴったりなイラストを描き続ける。誰に何言われてもそれだけは譲らないから。うん、私頑張るね、ケイ。